こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では2021年春夏をですね、メンズファッションのトレンドについてお話をしてみたいなというふうに思っています。まあ、ファッションの世界にも流行ですとかトレンドというものがありまして、そういったものがですね、緩やかに移り変わっていくわけですね。僕がですね、こちらの YouTube チャンネルの中でお話をしてます30代40代のファッションというものにもですね、やっぱりトレンドというものがありまして、まあ、このようなものをですね、ある程度大枠で理解しておくと、日々のファッションがより楽しくなるんじゃないのかなというふうに思っています。まあ、トレンドといってもですね、いろんなものがあるんですが、まあ、いわゆるですね、コレクションブランドのような最先端のトレンドもあれば、僕たちが気軽にお店で買えるようなリアルなトレンドというものがあるんですね。まあ、今回僕が解説したいのは後者の方ですね。あまりぶっ飛びすぎたものではなくて、割とお店なんかで買えるような身近なトレンドについてお話をしたいなと思っていますので、ぜひ最後までお付き合いいただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本を分かりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルというものがありますので、そちらの方もですね、下の説明欄にリンクを貼っておきますので、よかったらチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速いってみましょう。はい、ということで、まずは一つ目のですね、トレンドからお話をしたいなというふうに思っているんですが、これはアイテムですね。ミリタリージャケットですとかシャツアウター、このようなものは2021年の春夏も継続でトレンドアイテムになっているのかなというふうに思っています。僕はですね、日常的に様々な通販サイトの商品を見てるんですが、やはりですね、シャツアウターというのはものすごく多くなっていますね。まあ、僕は動画の中でもよく解説をしてますし、今実際に着てるのがまさしくシャツアウターなんですが、こういったアイテムは昨年から結構見るようになったんですが、その勢いがよりですね、加速しまして、様々なブランドでこのようなシャツが取り上げられるようになっているかなと思っています。まあ、厳密に言うとシャツアウターにもいろんな形のものがあるんですね。ミリタリーっぽいイメージのものもあれば、ワークウェアっぽいものもあったりしますし、襟の形も様々で、解禁シャツのようになっているものもあれば、ノーカラーのようになっているものもあるんですね。まあ、本当にたくさんのバリエーションがあるんですが、僕が今着ているように胸にですね、ちょっと大きめのポケットがあるこういったミリタリージャケット、もしくはシャツアウター的なものはですね、まあ、今季もですね、間違いなくトレンドアイテムとして上がってくるのかなというふうに思っています。まあ、色のバリエーションもたくさんありまして、ネイビーですとかブラックですとかダークグレーのようなベーシックカラーもあれば、ベージュですとかカーキですとか、そのようなミリタリーっぽいものもあったりして、その中でどれをチョイスするかで見え方は全然変わるかなと思うんですが、僕ら30代40代の大人世代であれば、前者のベーシックなカラーで選んだ方がまずは着こなしは簡単かなというふうに思っています。ネイビー、ダークグレー、ブラック、このあたりですね。まあ、僕が今着ているのもダークグレーなんですが、こういったものから皆さんもトライをしていただくとすごく使い勝手がいいかなというふうに思っています。このようなシャツアウター的なものは GU ですとかユニクロでも取り扱いがありますし、あとはセレクトショップですね、グリーンレーベルですとかナノユニバースですとか、あとはエディフィスですとか、このあたりのショップに行けばまず間違いなく手に入るかなと思うので、まだお持ちでない方はですね、今年の春は1着はですね、トライをしてみるといいのかなというふうに思っています。はい、続いて2つ目のトレンドなんですが、これはですね、割と綺麗な色のトップスなんですね。例えばパステルカラーのニットですとか、蛍光色のパーカーですとか、こういったトップスで綺麗な色を混ぜ込むというのがですね、今年の春夏に関してはトレンドとして上がってきているのかなというふうに思っています。まあ、例えばニットの色といえば代表的なのは、先ほどもお伝えした通りブラック、ネイビー、グレー、このあたりがベーシックで、まあ、差し色的にですね、ホワイトを使うこともあったりするんですが、そのようなベーシックカラー以外にもですね、もう少し明るい色のものが最近は増えているかなというふうに思っています。例えばこちらの写真のような淡いブルー系ですとかグリーン系、こういったものも多いかなと思いますし、あとはですね、イエロー系なんかもあったりするんですね。まあ、単体で見るとなかなか難しいように感じるんですが、こういったものというのはそれをですね、主役として着るのではなくて、あくまで差し色としてインに着るというような理解が僕はですね、取り入れやすいのかなというふうに思っています。例えば薄手のニットであれば、セットアップのインナーとしてこのような差し色のカラーをですね、取り入れるのもいいかなと思いますし、先ほどご紹介したようなシャツアーターですとか、あとはステンカラーコートの内側にこのような差し色的なカラーを取り入れることで、春らしさというところも表現できますし、今年らしいですね、新鮮な雰囲気も漂うかなと思うので、パステルカラーのニットというのはぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなというふうに思っています。とは言いつつ、僕自身もですね、このような明るい色のニットというのはあまり買ったことがないので、今年はですね、ぜひトライをしてみたいなというふうに思っています。
まあ、実際に買った際にはですね、皆さんにこちらの動画の中でシェアをしたいなと思ってますので、そちらもぜひ楽しみにしていただければなと思っています。はい、続いて3点目なんですが、これはですねホワイトパンツですね。まあ、これもですねこの1年間で一気に数が増えたアイテムなのかなというふうに思っています。まあ、昨年も動画の中で白パンについては解説したんですが、その時の僕の動画の中では割と細身のですねジーンズをお勧めしたかなと思うんですが、まあ、最近のトレンドとなっている白パンというのはシルエットは少しゆとりのあるものがやっぱり増えてきてますね。例えばこちらの写真のようにタックが入っていてセンタープレスが効いていて、まあ、シルエットとしては太すぎず細すぎずバランスのいい白パンというものがここ最近はものすごく増えてきているのかなというふうに思っています。まあ、従来の白パンというとタイトでちょっとコンサバに履くことが多かったんですが、まあ、それよりもちょっと緩さみたいなものを取り入れながらラフに着こなす白パンというところが今年の春はですねだいぶトレンドになってくるのかなというふうに思っています。まあ、僕自身もですね最近はそういったものをお店で試着なんかをしてるんですが、まだですね目だとか感覚が慣れないんですね。まあ、多くの方もですね白パンに対してやっぱり苦手意識みたいなものがあるかなと思うんですが、それはですね僕自身も同じですね。まあ、細身の白いジーンズに関しては割と着慣れているんですが、少しゆとりのあるシルエットでなおかつ白パンというところは慣れるまでに時間はかかるかなと思うんですが、こういったものがトレンドになってきてるよというのが頭の片隅にあるだけでだいぶ変わってくるかなと思っています。早い方は今期から取り入れてみるのもいいかなと思うんですが、まずは試着からでもいいかなと思うので、こういったややゆったりめのセンタープレスの効いた白パンというところ、まずはですね試着からしていただければなというふうに思っています。僕自身にとってもこのアイテムというのは課題なので、まずはですね未然を切って実際に買ってみたいと思うので、こちらもですね僕の中で攻略をしましたら動画の中で解説をしてみたいなというふうに思っています。はい、続いて4点目のトレンドなんですが、これは色に関するものなんですけども、アースカラーというのがやっぱり多くなってきているのかなというふうに思っています。まあ、アースカラーというのは大地ですとか植物ですとか地球を由来とした色合いのことを指しているんですが、こういったカラーのものがですね春夏に関しても割と多いかなというふうに思っています。まあ、具体的にはベージュですとかブラウンですとかオリーブカーキ、このあたりが該当するかなと思うんですが、割とですねいろんなショップに行ってもこのような色合いのものが多かったかなというふうに思っています。まあ、アースカラーというと結構ですね春夏よりも秋冬のイメージも強いかなと思うんですが、最近は季節を問わずにですねこういった色合いが使われることが多くなってきたのかなというふうに思っています。まあ、例えば先日僕が動画の中でご紹介しましたユニクロのシャツアウターがありますが、こちらもオリーブ色だったかなと思うんですね。一番最初にご紹介したシャツアウター系のアイテムもオリーブですとかベージュですとかそういった色合いも増えていますし、あとはボトムスですね、ブラウン系のパンツというのもトレンドになっていますし、あとはベージュ系のパンツもすごく増えてるんですね。まあ、僕自身ですねよくこの動画の中でベージュのチノパンはなかなか合わせるのが難しいですよというお話をしてるかなと思うんですが、最近はオーソドックスなベージュのチノパンというよりは少し緩めのサイズ感でベージュの中でも少しグレイッシュな雰囲気のものがですね割とトレンドになってきているので、このあたりは僕の中でもですねもう少し実際に買いながら体験をしてみたいなというふうに感じています。まず皆さんに取り入れていただきたいのはカーキですとかオリーブ系のアウターですとか、あとはちょっとミリタリーっぽく見えるんですがカーキ色のパンツですね、こういったものから取り入れてもらうとトレンド感というものが表現しやすいかなというふうに思っています。あとはベージュに関してはステンカラーコートに取り入れてもらうと春らしい雰囲気が漂いやすいので比較的使いやすいのかなというふうに思っています。まあ、こちらの動画の中では結構ネイビー、ブラック、グレーというところを多用してるんですが、そんな中でもちょっと雰囲気を変えるためにはアースカラーというものをですね着こなしの中に1点でもいいので取り入れてもらうとですねだいぶ雰囲気が変わりやすいかなと思うので、その点も頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目なんですが、これはサイズ感に関する項目なんですが、ゆったりめのシルエット、ここはですね今年も継続でトレンドになっていくのかなというふうに思っています。まあ、いろんなサイトで商品を見てるんですが、ここ最近のビッグシルエットというところはすっかりと定番化してるんですが、その中でもですね思い切ったビッグシルエットというよりはややゆったりめぐらいが使い勝手がいいですし、割と旬な雰囲気がするのかなというふうに思っています。まあ、先ほどご紹介したミリタリージャケットですとかホワイトパンツですとかアースカラーのアイテムですとか、こういったものも基本的にはタイトシルエットのものではなくてややゆったりめのサイズ感のものが圧倒的に多いかなというふうに思っています。
それはユニクロの商品を見ていただくのが一番わかりやすいかなと思うんですが、例えばユニクロ U ですとかプラス J のようなデザイナーとのコラボレーションラインに関しては、ゆったりめのシルエットというのは数年前から定番的だったんですが、最近では通常のユニクロのアイテムであってもややゆったりめのものが増えてきてるんですね。これはこのゆったりめのサイズ感というのがトレンドから定番へと少しずつですね移り変わっている象徴なのかなというふうに感じています。ですので僕ら世代にはタイトシルエットですとかジャストシルエットの方が心地が良かったりするんですが、やはりですねこの時代の雰囲気というところは少しずつ取り入れていただいた方が僕はバランスがいいのかなというふうに思っています。ですのでまずは全身の中で1点だけでもいいので、こういったややゆったりめのサイズ感もぜひ皆さんにはトライをしていただきたいなというふうに思っています。例えば僕が今着ているようなシャツアウターに関してはややゆったりめのものを選んで、ボトムスは細身のもので引き締める、このような形でメリハリをつけてもらうと僕ら世代でも割と使いやすいのかなというふうに思っています。トレンドというのは今年だけというよりは割とですね数年間かけながらじわりじわりと浸透していって、それが定番化していく、そういった流れになることが多いので、このサイズ感というところにもですねいよいよ皆さんには慣れていただきたいなというふうに思っています。まあ、僕自身緩めのシルエットのものを着るとは今から5年ぐらい前には全く想像していませんでした。その当時からビッグシルエットのものはちょこちょこあったんですが、やっぱり最初のうちは目が慣れないですし感覚としてフィットしないんですけども、やっぱりそういったものも実際に触れて体験することで少しずつ自分の価値観が変わっていくので、皆さんもですねこの緩めのサイズ感というところ、今年こそはぜひトライをしていただきたいなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では2021年春夏のトレンドについて5つ解説をしてみました。どれも最先端のトレンドというよりはここ数年はどれもあったものなんですが、その流れがより加速したというのが今回の5つのテーマなのかなというふうに思っています。まだまだ見慣れないものも多いかなと思うんですが、まずはこういったものがトレンドなんだなということを理解するというのがファーストステップですね。その次のステップとして実際にお店に行って試着をしてみる、これがですね次のステップかなというふうに思っています。ここから実際に買うまでは僕は時間が空いてもいいかなと思うんですね。というのも自分が体験したことがないものはなかなか見慣れるまでに時間がかかるものなので、まずは知って体験をして、そこから感覚を慣らしていって、そろそろ取り入れてもいいかなと思えるようになったら購入をする、このようなステップを踏んでいけば必ずですねトレンドアイテムというところがもっと身近に感じられるのかなというふうに思っています。僕自身もパステルカラーのニットですとか、あとはややゆったりめの白パンですとか、こういったものはまだ経験がしたことがないので、今からですねちょっとワクワク感ですとか緊張感があるんですが、今年は実際に買って無理やりにでもですね目ですとか感覚をなじませていきたいなというふうに思っています。また僕自身が実際に体験したものに関してはこちらの動画ですとかメンバーシップの動画で皆さんと一緒にシェアができればなと思っていますので、これから動画もお楽しみいただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみに。